ておるんだ。どうする、シルク。このままじゃ持たないぞ。フィオルン、本当に僕らを忘れてしまったのか。哀れなものだ。なまじその力さえなくば、この鬼神界まで乗り込んでこようとは思わなかったであろうに。アポクリファ、展開。なんだ？おいおいおい、どうしちまったんだよ、モナドは。
シュルク。大丈夫。待ってろ、シュルク。フィオルン、もうやめるんだ。シュルクが、お前を助けに来たシュルクがこんなに傷ついているんだぞ。聞こえているのか、フィオルン。逃げてください。フィオルン、フィオルン、いや、君は逃げてください。この機体は操られているのです。操られて、まさか奴に。驚いたものだな、ベイスとされたホムスにこのような力があるとは。エギル、フィオルンに何をした。元より全ての騎士兵は我が支配下にある。搭乗者が歯向かうが我が制御で従わせるの。なぜホムスを騎士兵に取り込むんだ。なぜホムスに巨神界を襲わせる。知りたければお前も我が配下となるがいい。鬼神界の体で巨神界に攻め込むとき、その行為の意味するところを教えてやろう。ふざけるな。誰がお前の配下なんかに。無理をするな。今は脱出することを考えろ。でもあそこにフィオルンがいるのに。ここで倒れたら助ける機会は永遠になくなる。どうした、モナドが使えない貴様らに勝利する可能性も脱出する機会も残されてはいないぞ。畜生、モナドが使えなくなったのはやっぱりお前のせいか。モナドはこの世界を構成するエーテルの波動を制御する器物ならば、相反する波動にて相殺することはたやすい。そんなことが。問答はここまで。モナドを渡してもらおう。もはや貴様には無用の成仏。断る。本当にモナドが無力ならお前が欲しがることもないはずなんだ。絶対に渡すことなんてできない。ならば我が拳に貫かれた窮地の者の手にかかるか選ぶがよい。エギル、中心が溶けそうに熱いわ。無駄だ。クールダウンの位置をね。ダ
ンバーさん、これじゃダメだ。来た、滅びよ。このままではあの少年が。シュルク死んじゃいや。シュルクをみんなを助けて。あなたはとどめだ。モナドを受け継ぎし者よ。お願いします、私に力を貸して。させません。フィオル、我が支配から脱した。フィオル、エギル、たとえあなたの思いが強大でも、思うがままにさせておくことはできません。この力は、貴様は一体。やめるんだ。生きてください。と共倒れの覚悟か。何、フィオル、急いで脱出するんだ。シュルク、どこだ。シュルク、シュルク戻れ。いや、そんなはずはない。そうであるはずがない。